甲子園決勝が行われます。関東第一高校 vs 京都国際高校ですが、勝敗予想、関東第一高校が勝利するということを、予想したいと思います。まあ理由は一つあって、エースナンバーの酒井投手がいるというのが、まあとにかく大きいのかなと思います。150キロ超えのまっすぐがあって、もうしっかり一人一人勝負できる、空振りも取れるし三振も取れるというところで、やっぱり酒井投手がいるのが大きいのかなと。リードした場面で酒井投手が出てくると、もう相手チームっていうのは絶望なのかなと思ってます。今年の甲子園では15イニング投げまして、防御率 0.00、素晴らしいですね。奪三振も15ということで、まあ、1イニングに1つぐらいは三振が取れるというところで、あとはまあフォアボールも非常に少ないピッチャーですから、まあ、確実にワンアウト三振で取れるというふうに考えると、まあ、非常に残りの2アウトをね、固い手堅い守備で取っていけば、まあ、連打を浴びることなければ決勝戦も無失点で、優勝に貢献できるのではないかなと思ってます。まあ、神村学園とのね、試合もですね、関東第一高校のヒットは少なかったんですけれども、やっぱり守り勝った部分がありましたから、まあそういった意味で接戦に非常に強いのかなと思います。まあ接戦に強いといえば、京都国際高校もね、接戦に強くて、青森山田高校とも3対2逆転で勝利したわけですけれども、まあ本当に守り勝つ野球だったと思うんですが、まあ、攻撃っていうのはね、両チームともやっぱり守り勝ってきたイメージがありますから、まあそういう意味では酒井投手がいる関東第一高校は有利かなと思います。ただまあ京都国際高校に関しても、2年生の西村投手がですね、防御率ここまで 0.00 ですから、まあ力のある投手もいるということで、投手戦になりうるのかななんて思ったりもしておりますが、まあただですね、西村投手というのはどちらかというと打たせて取る、まあ三振も取れなくはないんですが、まあヒットも打たれたりする中で、フォアボールもある中でうまく組み立てる、そしてホームベースが届きそうで届かないような投球術が光るのかなと思ってますけれども、まあまだ2年生ということもあるので、まあ今回はですね、関東第一高校を予想したいと思います。